恐怖の寄生植物が停電を引き起こします。あなたが西オーストラリアでクリぼっちをしていると鮮やかなオレンジ色の花を見つけるでしょう。これはオーストラリアンクリスマスツリーといい、クリスマスの時期と重なり花を咲かせるためこの名前で呼ばれています。ただ目を見張るほど美しい花に似合わず、この木は恐ろしい生態をしています。彼らは半寄生植物で、ほとんどあらゆる樹木の根に寄生し、水とミネラル栄養素を摂取しているのです。その貪欲な根は長さが最大150メートルにもなり、世界最大の寄生生物と言われています。オーストラリアンクリスマスツリーの根が他の木の根に出会うと周囲に塩岩を形成させます。この輪は球気と呼ばれ、内側には根を切って樹液を盗むための歯がついています。この歯はてめえら人間の皮膚を切り裂くほど鋭利で、これは誤って地下に埋設されたケーブルを切り裂くこともあり、そのためこの